左側が3位のビファーレン長崎、右側17位白のユニフォームが須江県金沢。今前半がスタートしました。右から左に向かって攻めるのが青のユニフォームビファーレン長崎、注目をしているんですが、この高安も19歳 で、 そうですね、高卒ルーキーで広告高校から入団しているんですが、さあ今度は長崎チャンスか。左側富樫が出た、シュートはニアだ。白井が足に当てました。磯村からマイク前縦に振った、このボールはルアンが奪った、前が空いている、打っていった、ルアン決まった、長崎先制。前半の39分、自身今シーズン6点目、縦パスですよね、まあ、ここ1人、徳田選手1人しかいなかったので少し難しかったというところではありましたけども、まあ、ルアン選手がしっかりと近い。ゲーム再開です。さあ今度はどこに合わせる、今度も中央だ、ボールがまだ浮いている、ホドルフォ、ゴール前は決まったか、これはオフサイド、オフサイド、ね、決まっていません。いや主審が副審のところに行きますね。そうですね、したのは金沢大石です。庄司選手が残ってたというような、玉田です、玉田からルアン、さあ逆サイド木田もいる、どうする、ルアンのテクニック、玉田がボール受けてシュート決まるか、ポストを叩いた、まだ跳ね返ってきた木田、あそこで先ほどのシーンですね、まあ、中央でしっかりとコンビネーションを作りながら、まだボールは長崎が保持、磯村、磯村が前に行く、縦に送って玉田のところはシュートを打てるか、足かかったが PK、 磯村倒された。まあこぼれ球だったんですけども、ここしっかり逃さなかったですし、この徳永雄平のためにも決められるか、決まった、右上、まあ、非常に落ち着いてましたよね。まあ、ここで打たれるとキーパーは取れないですし、まあ、90分までまだ長崎キープ、新里、さあボールが出た、シュートは最後玉田が流し込んだ、決まった。まあ、ここでヒール落としたところが良かったですね。まあ、本人としてはシュートではないと思うんですけども、3対1、長崎が勝利ということで締めくくりました。2020年のラストゲーム、長崎2試合ぶりの白星です。勝ち点をちょうど80としました。